こんにちは、キャプテン浩司です。秋も深まってきましたね。向こうの方ではね、入道雲みたいな、なんかすごい大きな雲がね発生しておりますが、昨日はね雨降っておりましてね、どんよりとした、曇り空でしたけれども、また、今日はね一転してね、こんな感じで枯葉がねまたねどんどん落ちてきております。それで昨日は風が強かったのかな。今日はね積乱雲みたいな、積乱雲やないけども、大きな雲がね出ておりますね。雨雲みたいなんですけども、よくわからないけどもね、今日はね曇り時々晴れということで雨は降らないようです、ね。今ねお部屋から出てきてね、のんびりしておりますけれども、今日ね出荷の時にね、この僕の愛車ミラで行ったんですけどね、ミラアビーちゃんでと一緒に郵便局に行ったんだけど、郵便局の駐車場のところでちょっとね前のバンパーをねぶつけてしまったんですよ。感覚が分からなくてね、それは後でまた動画に撮ってね傷をまた見せたいと思いますので、とりあえずはちょっとかなり寒くなってきましたね。はい、一輪の花が咲いております。とても綺麗ですね。久しぶりのね、おやつタイム。今日はねドリンクだけなんでね、これは飲んだ後か。今日はねドリンクだけです。ちょっと待ってね、開けて、はい、すぐ開けられるように。それではね紹介したいと思います。昨日ドラッグストア、コスモスかね、コスモス、ドラッグストアコスモスで買ってきた、おなじみの、おなじみかどうか知らないけども、これ結構ねディスカウントストアでもどこでも売ってる、ドデカミン、ファイト爆発ドデカミンっていう商品名なんですけども、マカガラナ200%、 なんかね元気が出そうなね、飲んだらね、強強炭素の刺激、ファイト爆発ドデカミンということでね、これ結構ねいろいろ成分見てみますと、加糖ブドウ糖液糖っていうのはだいたいジュースには入ってるんですね。で高齢人参エキス、ガラナ、マカ、炭酸飲料、いろいろなんか成分が入ってまして、500ml で、なんか元気になりそうなビタミン C とかビタミン B6 とかね、いろいろ入ってますけれども、カフェインも入ってます。アルギニンというのもね、あれですね、アラニン、グリシン、ロイシン、イソロシン、パシリン、なんかいろいろ入ってて怖いんですけどもね、元気になりそうな成分ですね。栄養ドリンクに入ってるような成分が入ってますね。アルギニンとかね、あとは知らないけれども、まあいい、良さそうな感じ。メーカーはね、アサヒのドデカミンですね。アサヒはよく飲むな。ドデカミンですね。ちょっと飲んでみましょうかね。よいしょ。ちょっとこれはね冷やしてなかったんで、これにちょっとねつけて入れて
軽く入れて、もうこれぐらいの量になるとね、一杯飲んだらもうお腹いっぱいになりますしね。ちょっと飲んでみます。結構炭酸がね効いておりまして、結構な喉越しですね。喉越しがいいね。もうちょっとすぐ飲んだら冷えてないんだけど、まあね、ちょっとしばらく炭酸がシュワーっとね、ちょっと元気になりそうな感じですわね。特にね、他社さんもね、こういったね、なんちゅうか、ね、商品はね、いっぱいあるんですよね。いっぱいお店に並んでるんですが、特に変わり映えしないというかね、先ほどね、飲んだこれはこれも一緒みたいな感じ。これはね、サントリー、こっちはアサヒで、サントリーのこれはデカビタ、サントリーデカビタ C、 デカビタ C ダブルスーパーチャージとかなんか書いてますね。ロイヤルゼリービタミンですね。だけどね、飲み口としてはまあ似たような感じなんですよね。スレオニンとかビタミン、ベータカロチン、パントテン酸とか書いてますけどね。要は中身はね、なんか一緒みたいな感じですよね。この色もね、ロイヤルゼリーエキス、まあ似たり寄ったりですね。先ほどもこんな黄色の色やったんで、で飲み口も同じでしたのでね、こっちの方がなんか炭酸が効いてるみたいな感じですね。炭酸がちょっと強力で、ちょっとね、一口二口でもすぐ、な感じで、まあいいんじゃないでしょうか。3時のね、休憩にこういったものをね、毎日飲めばね、元気が出るし、一気に飲まなくてもいいけどね、3時のおやつにちょっとね、ちょっとしたお菓子をね、大福とかね、大福餅とか、パンとかね、菓子パンとかね、あればね、十分3時のおやつにいいと思います。はい。昨日はね、前この一つ前の動画で上げてますけれども、昨日は美味しいパン屋さんによってカレーパンとかピザとかね、メロンパンを、買ってきました。買ってきてね、食べたんですけども、どれ食べても美味しかったです。しかもね、安いんですよね。メロンパンなんか76円とかね、行ったらね、もう必ず買うようにしようと思います。もう一杯いけないんだけど、なかなかいけますね。さあ、それではね、来週の日曜日はね、福岡県の、築城町ですかね、の築城基地、航空自衛隊がある場所があるんですよね。築城基地、そこのね、航空祭があるんです、来週の日曜日ね。だから行ってきて、僕はバイクでね、クロちゃんとね、
朝早く出かけて行ってきてね、それで参加してきます、参加してきますというか見てきます、去年はねブルーインパルスが飛んでたんですけれども、スマホだけだったんでね、あまりよく撮れなかったんで、今回はこのアクションカムを持って行ってね、長時間録画したいと思います。楽しみですね。まあこれもアクションカムもいいんだけども、やっぱりねソニーのね手ぶれ自動手ぶれ補正付きのムービーカメラがありますよね。あれが欲しいなって今思ってますね。まあ雨が降ったらちょっとねお客さんも少なくなるみたいなんですね。で今年はブルーインパルスが来るかどうかわからないのでね、来なければお客さんの入りは少ないんじゃないかなと思いますけれども、ちょっとぐらい雨降ってもね行こうと思いますね。せっかくあるんでね、楽しみたいと思います。迫力というかパワースポットですよね。航空ショーとかね、ああいうところはものすごい迫力でジェット戦闘機がね飛ぶんで、すごく元気になるんですよね。はい、あ、そうやね、そんな感じで、イメージとしてはトム・クルーズの映画のなんていうことな、あ、忘れたな、急にド忘れたなね、あれですわね、トム・クルーズの映画の戦闘機のね、空母から飛び立つ戦闘機、イメージでちょっとワクワクしますね今から。ということで、またね、今度は健康に良さそうなドリンク買ってきてね、飲みたいと思いますんで、ね、サイダーとかね、ああいうやつは、やっぱりちょっとあんまり体に良くないみたいね。な感じがします。正直ね、先週ずっと飲んでましたけどね、だから体に良さそうなヤクルトとかね、ああいう乳酸菌系のやつを買ってきて、おやつタイムで流したいと思いますね。はい、それではそんなこんなでもう時間来てしまいましたので動画締めたいと思います、今週も皆さん元気でお過ごしくださいね、いつもご視聴ありがとうございます。